コマックアージ21コマックアージ21とは中華人民共和国で2007年に生産を開始した地域路線用の小型ジェット旅客機であるアージとは発達型地域ジェットの略称であり計画遂行は中国商用引き有限社が担当するなお当機は中国が自主開発する初めてのジェット旅客機実験的な上海 Y-10 ジェット機は序である 一機あたりの値段は2700万から2900万ドル。アージ21は現在、中国国内需要だけで数百機以上の注文を受けている。なお、中国において、統計式の相性は、商法、という。この計画は、エンジン生産の GE アビエーションや、フライバイワイヤシステムのハネウェルエアロスペースや、アビオニクス生産のロックウェルコリンズ等を含む、ヨーロッパと、 アメリカ合衆の主要な19社が開発を支援する。2008年11月28日、上海大場空港で初めての試験飛行を行い、62分間飛行した、後無事着陸した。2009年7月1日には2号機の試験飛行を実施し、1号機と同様62分間飛行した後実験は無事終了し、2009年7月15日、 一号機が上海から西安まで初の都市間飛行を実施した。2017年10月26日、3番目のアージ21飛行機を生徒航空へ引き渡した。アビーチは以前から中国国内用の100席クラスの新型ジェット旅客機を開発しようとしており、1997年5月には欧州のエアバスとシンガポールの STPL との3社で、 エアバス A320 よりも小さい機体を作る AE31X、AE316 と AE317 を開発、生産する計画が合意していたが、誤破産になっていた。その後、大韓民国の航空機メーカーと共同開発する構想が進められていたが、その時点では58隻の NRJ58 と76隻の NRJ76 を一つの基本設計から開発する構想であった。しかし2001年にアビーチは中国国内の航空機メーカーだけで開発する方針に転換し NRJ よりも少し大型にした RG21 を開発することにした。RG21 は政府が管理するアキャックコンソーシアムによって進められる重要な計画で2002年に中国の 第5 5カ年計画で開始された。当初の初飛行予定は2005年で、その18ヶ月後から実際に運行される予定だった。しかしながら、設計作業の遅延により先行生産が2006年6月まで開始できなかった。最初の航空機、シリアルナンバー101は2007年12月21日に完成し、2008年3月に初飛行が予定された。 2009年に形式証明を取得の予定であった。支援により初飛行の計画は2008年9月21日に変更されたが、それでも間に合わず、最終的に2008年11月28日に、上海大場空港で初飛行が実施された。2009年7月15日に、上海から西安までの2時間19分の 1300km 以上に及ぶ、 長距離飛行を完了した。2期目のアージ21、シリアルナンバー102は2009年8月24日に、上海から西安までの飛行試験を完了した。3期目のアージ21、シリアルナンバー103は2009年9月12日に試験飛行を完了した。この航空機は2010年末に、生徒航空へ納入されて、運航開始される予定であった。 アキャックコンソーシアムは2010年にアージ21の量産を開始し、2015年には毎年30機の生産体制を予定していた。2009年にコンソーシアムは再編され、中国商用引き有限講の一部となった。しかし、2010年11月、アージ21の主翼が地上試験中に目標とする負荷に達する前に破損したと報告された。 中国民用航空局はこの主翼の失敗により、飛行試験計画中のフライトエンベロープを制限するように通達し、納入予定は2011年末に遅れる見込みと発表した。2012年11月、中国商用引き有限講師は、アージ二2 1の納入がさらに遅れる見通しであると発表した。2013年5月に初の引き渡し機の組み立てが開始された。 2014年12月30日、中国民用航空局から形式証明を取得したと発表された。2015年11月29日、中国の生徒航空は、国有の中国商用引き、コマックに発注していた30機の新型旅客機、アージ2 1の初号機の引き渡しを受けたと発表した。コマックが発表した声明では、3ヶ月間の試験飛行後に就航する。 2016年6月28日、生徒から上海まで初の商業飛行を遂行し、それからも、この両都市の間で、定期的商業運行を行っている。2017年7月9日、国区より、生産証明、プロダクションサーティフィケートを受け、正式に量産体制に移行。2017年11月18日、商業飛行以来3万目の利用客を迎えた。 2018年5月23日、量産型初号機となる111号機が初飛行。アキャックでは、アージ2 1を中国によって設計されることによって、完全に知的所有権を有すると主張しているが、海外からは、マクドネルダクラスの MD-90 シリーズの発展型とみなされており、 機体も MD-90 のライセンス生産で使用された生産設備を使用して生産されている。その結果、客室断面や戦闘部の形状や尾翼等が DC-9 シリーズと告示している。ウクライナのアントノフによって空力性能を向上するために新開発されたウィングレットを備えた高体核25度の超輪界を備える。アントノフは アージ2 1の構造体強度の幾何学的定量や積分解析でも計画を支援する。アキャックはさらに基本仕様と胴体延長仕様も長距離、仕様、貨物仕様、ビジネスジェット仕様同様に計画している。航空機の開発に参加するアキャックコンソーシアムのメンバーは主要な部材の生産を予定する。上海航空機研究所とも参加して設計を担当する。 アビーチでは、アージ21を、標準型で72席級、乗客78から90とする700型と、胴体をおよそ3.78メートル延長して99席級、乗客98から105とした900型の2タイプの、旅客型と巡貨物機のアージ21階を、開発すると強いる。操縦席は、グラスコックピットを採用し、エンジンと共に、 アメリカ製を採用するとしている。また、アントノフが設計した主翼は、低翼で、ウィングレットが付けられているほか、MD-90 のライセンス生産で習得した技術をもとに、MD-90 のジグを用いて製造される、ダブルバブル胴体には、エコミークラスを横に5列配置できる。機種も MD-90 のジグを用いて製造され、さらには、エンジンは、 リアジェット方式で取り付けていい自備翼であるなど近代化された d c 9といったデザインである。349機確定プラス20機オプション。背景が桃色の部分は発表のみであり、正式な製造契約には至っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。